今回は、誕生石シリーズ、ルビー色をしよう。カラフルな猫ちゃん型の指輪となっております。では早速作業開始。レジン液は、星の雫。そしてこちらが、宝石の雫、ルビー色でございます。というわけで恒例の、誕生石に関しての、お話タイム。宝石の女王と呼ばれる、ルビーの宝石言葉は、愛、情熱、勇気、勝利など、色調のせいなのか、情熱的な言葉が多い。よく、情熱の赤とか、勝負の赤とか、言いますもんね。さて、ルビーの価値についての、お話をしよう。ルビーの価値は原産地によって、大きく左右されるようで。簡単に言うと、ミャンマーで採れるルビーが、最高らしい。ちなみに、原産地を調べる方法は、そんなに難しくなく、紫外線をルビーに照射すれば、わかるらしいよ。もちろん、素人が見ても、わからないだろうけどね。それと、ルビーの特徴で欠かせないのが、コード。ダイヤモンドが、一番硬い鉱物なのは、有名な話だけど、実はルビーは、2番目に硬い鉱物。つまり、相当に硬い。なのでルビーの偽物を見抜くには、適当な石で、引っ掛けばよい。本物なら、硬度の低い石では、傷をつけられないはずだからね。ちなみに、硬度と似たような指標で、人生というのがあります。人生は、破損に対する耐性のことで、わかりやすく言えば、衝撃を受けた際、割れにくいのか、欠けにくいのかの指標。実は、ルビーの人生は、最も高いランクです。ダイヤモンドより上です。ちなみに、翡翠の硬度は7と、高いわけではないですが、人生は、ルビーと同じ最高ランク、壊れにくいので、翡翠は、お守りとして人気らしいですよ。って、話が脱線してしまった。さてそれではこのあたりで、次回の作品予告です。次回も誕生石シリーズ、ペリドット色、を使います。ちなみに、和菓子を食べたいなぁ、って思いながら、作ったらしい。ジャパニーズ抹茶ゼリーとか、美味しいよね多分。まあそれはさておき。チャンネル登録して、動画を待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになるのでよろしくお願いします。さて次は近況報告。先にご主人の話からですね。仕事が地獄の忙しさです。コロナウイルスの猛威、再びです。いつものごとく、ご主人は元気です。皆勤賞です。特別に皆勤賞手当、欲しいです。なんだかとっても、損してる気分。マジで一回もかかってないですよ。しかも、ノーワクチンですし。実はご主人は、なかなかに可愛い、ぽっちゃりさんなのですが、ウイルスに対しての耐性は、最高レベルだと思われます。しかしこのままでは、生活習慣病にかかりそうですけどね。まあそれはさておき、奥さんの様子は特に変わらず。というわけで、動画投稿遅延の原因は、単純に、
ご主人の作業が追いついてないだけのようです。着実に作品は増えている。編集するのが楽しみです。1日が28時間ぐらいあればもう少し動けるんですけどね。まあそんなことになったら15時間ぐらい働いてそうですけどね。趣味の時間に全部回せれば幸せなんでしょうけど、そんなに都合のいい話があるわけないってことです。それにしても今回はちょっと不思議な作品でしたね。奥さんの心境の変化なのか何なのか、そもそも指輪を作ること自体が珍しいのよね。さてこの作品もそろそろ完成です。今回のエンディングも僕の可愛い姿が見られるので、最後の最後まで見ていってくれると嬉しい。ではまた次回の作品で会いましょう。